届け祭りの笑顔と元気。博多どんたく港祭りの開催を週末に控え、ボートレース福岡のどんたく特選レースはいち早く今日がフィナーレ優勝戦です。優勝戦のメンバーは1号艇中辻隆人、2号艇篠崎仁、3号艇竹下大輝、4号艇上田太一、5号艇出畑隆則、6号艇柴田直也。枠なりに作戦行動で人気は1号艇中辻となりました。今年も優勝を積み重ね、トーチは連続、今年 V5、 そしてドンタクシリーズは初優勝を狙います。1号艇中辻の引戦、しかしながら2コースは2号艇篠崎仁、地元福岡で強さ際立っています。足は満足な仕上がり。3コース3号艇の竹下大輝、3月に江戸川でデビュー初優勝、2度目の優勝は地元福岡で。引っ張って角4コース4号艇上田太一は初日連勝から足の良さ光る40号機でデビュー初優勝を狙います。5コース5号艇出畑隆則、近況好調、全権1番時計の19号機を自在に操っての優出。そして大外からは6号艇柴田直也です。道中のレース運び、粘りの走りを生かして久々の優出、このまま初優勝へ。枠なり3対3、インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。4番6番がわずかに覗いたスタート。1号艇も好スタートから出ていきます。1枠の旋回へ逃げる1号艇の中辻、刺す2号艇の篠崎、外から4号艇の上田、バック側1番2番のトップ争い、優勝争いとなっています。スタートは前提正常でした。刺した2号艇篠崎、外には1号艇の中辻、2番1番この2人が抜け出しての優勝争いです。これから2幕、内側から先前は2号艇の篠崎です。1号艇の中辻、内を切り込んで先頭は2号艇の篠崎、わずかに前、追いすがる2番手が1号艇の中辻、先頭は2号艇の篠崎、2番手1号艇中辻、そして3番手は接戦、5号艇の出畑に食い下がる6号艇の柴田、内側からは3号艇の竹下です。2周目1幕、トップは2号艇篠崎、2番手1号艇中辻、3番手3号艇絡んできて刺す5号艇の出畑、外から6号艇の柴田、3番手は5番3番6番と三つどもえの戦い、最後方に置かれたのが4号艇の上田です。これから2周2幕の旋回へ。まずは先頭で2号艇の篠崎、2番手で1号艇の中辻、3番手争いは5号艇の出畑が先手を打って刺してくる3号艇竹下に6号艇の柴田、3番手はここで5号艇の出畑がかわしてきました。これで上位3艇は2番、1番、5番となって優勝戦は最終周回です。先頭は2号艇の篠崎仁、1周1幕は差しのハンドルから粘る中辻を振り切りました。最後の1幕トップでクリア、2番手1号艇中辻、3番手は5号艇の出畑、食い下がる3号艇竹下ですが4番手。最後のバック上位体系は2番、1番、5番、後続は3番、6番、4番です。ラストターンマーク、先頭は2号艇の篠崎、当地福岡での強さを改めて見せつけます。通算51回目、今年2回目、当地福岡は17回目の優勝へ。2番手1号艇中辻、3番手は5号艇の出畑が守っています。先頭2番篠崎優勝5輪、1番中辻5輪、5番出畑5輪、3番竹下6番柴田、4番上田5輪。以上、優勝戦前提5輪しました。